はい、ガナも続いからです。撮るのがなかなか久しぶりになってしまったので、特に何もないね。なんかいつも何もないね。あ、ベニオさん、心配したんです。ごきげんよう。気分を上げるために福岡に来たわ。ゴージャス、セレブな格好。なるほど、お任せあれ。お任せあれだけど大丈夫かな。セレブってセレブ系さ、入荷するのがほんと大変よね。高いから元が。この間誰かにセレブ使った気がするな。なんかもったいないね、あれね。これね、あれよ、でもこの人やっぱブラックのイメージよな。こういうのまあいいと思うけど、赤のイメージは強いんだけど、ちょっと違うよね。どうしようかな。これ？あ、これだったら、だってあれだもんね。ゆうたちゃんとお揃いコーデになるから、これにして、そうな。これでどう？かなりゴージャスよ。ゴージャス中のゴージャスですよ。で、足は、あんまり上がらなくてもいいんだけど、これかな。で、バックはね、これでいこうか。で、首元は、この人赤入れときたいな、やっぱな。これにして、帽子、うお、すごいね。マダム感すごいね、これつけるだけで。ちょっとありえないんで。OK。43万円だって。一つのコーデで43万円はなかなかないよね、今まで。あ、かわいい。かわいい。いいね。すごくいい。あ、かわいい。やっぱこの人はかわいいわ。やるじゃない。ちょっと元気になったわ。ほんと大丈夫？エフちゃん心配してましたよってよりも私が心配した。私のことより自分のことを心配しなさいって言っておいて。もう桜野さんはトップアイドル。私とは違う世界の人なんだから。私が応援しなくてもたくさんのファンがいる。だから私のことなんて気にしないでアイドルの道を突き進みなさいって。いや違うよ、桜尾さんが応援しなきゃ。まあ、色地でいいね。いいね、なんか色違い。そうか、やっぱ桜尾さんいろいろ思うところがあるんやな。修二どうした？修二服選んでほしいの？ああ、ホタルが持ってきたぞ。で、任天プロね。え、誰？この子いた？何？いや、ゆかり？久しぶりに見たからびっくりしたわ。かなり久々よね。何これ、もうまたオムライス食べに行く系の人間が出てきたわよ。みんなケチャップこぼすのよ。はい、もういいよ。赤色のパンツ、この服で赤色のパンツ。待ってよ、あなた今そんな服装なのにさ、赤色のパンツにするの？どうしよう、赤色のパンツ。これ？こっち？どっちがいい？こっち？いや違うな、長いのちょっとこの子多分似合わない。はい。てかこの服にさ、赤色のパンツが似合わないと思うんだけど。うわぁ、なんで赤色のパンツを買おうと思ったのよ。そこを否定するわよ、本当に。まあいいわよ。いいわ、忘れられてたからね、だってこの子ね。任天プロ行こうっと。ケチャップこぼさなきゃいいのよ、これ。前もいたけど、このタイプの子。次あれでしょ？
オムライスだからって黄色かなんかを要求してこなかったっけ、確か。違った？なんか前回その流れがあったような気がするんだよな。あれだ、待って、なんか連れてきたんだけど。待って、何、どうした？うん、結婚するの？早っ。あ、お付き合いすることになりました。あ、そうですか。あ、そう、あ、すごいね、なんかね。そっか。可愛いかどうかはまあもうちょっとまあわからないんですけど。そうなんです、あの先輩も恋人ができたのね。うわ、何ね、のろけに来たの、ほんとビーム打つよ。ほんとに何それだけを言いに来たの、もう激怒ですよ、もうゆうたちゃん激怒、もうほんとにもう悪いけど、ほんとに口から多分ビーム出るから。はい、ホタルの服か、難しいね。この子だってさ、うっす、この子だ、あ、ライブにの服ね。でも曲側だから、曲側だからな。あ、でも待って、元気で明るいポップなコーデ、終わったね。私の思ってたのと違ったね。元気で明るいポップなコーデね。はーい、じゃあもう、なんかすごいね、こんなのあった。だこの子らしさ全開でいけばいいってことよね、きっと。そういうこと。でもな、曲的に言ったら絶対こうなんだよな。でもこれポップに入るんだ、ポップに入るんだったらこっちの方が良くないね。え、こっちの方がいいよ ね、絶対こっちの方がいい。でも曲多分同じだよね、前回と同じ多分テイストの曲だろうから、え、こっちにしよう。絶対こっちだよ。でもポップ感、ポップ感はちょっとさ、え、首にこういうのつけたらでもなんかもったいないな。こう適当になんかつけてちょっとポップ感出しつつ、頭つけた方がいいよね。今何つけてる？そのありえないリボンね。色悪いね、なんかね。色悪いのしかないね。ちょっと青っていうのかな。じゃあこれでいっか。なんかつけた方がいいと思うんだよな、この子は。イメージだけど。ああ、リボンの方が良かった。ああ、リボンの方が良かった、ごめん。あ、まあいっか。まあいいや、ダンサーさんのは大丈夫。発信、あ、いいんだ、ダンサーさんのはいいみたい。まあそんなにね、この子となかなかあれよね。あ、28万円少な。よし、じゃあヘアサロンから行きましょう。誰かな、ちえみ。ちょっと待って、ちえみ来てくれたんだけど、嬉しい。絶対ちえみはもうボブにするからね。大丈夫、モテ気がするけど。あ、お任せ、ナイスですね、ナイスですね。もうこれはね、キャリアウーマン風ですよ、キャリア。もうそれ以外は認められない。待って、でもちえみちゃんっぽいっていうとさ、ボブでしょ。でも難しくない、そんなのないもん。え、なんでこれだとちょっと違うじゃん、そういうことではないから。これさ、前髪をさ、ちょっとごめん、鼻で笑ってしまったわ、もう。あ、でもこういうこと、こういうことよね、違う、横が邪魔、垂れてんの消して。あー、できない、
関係ない。こういうこと？でもなんか違うよね。こうやって俺ボサボサすぎるもんね。あ、こういうこと？こういうことよね。でもね、前髪が短いわよね。でもそうなると。これ一番近いんじゃない？これ一番近い。これちょっと違うもんね。これじゃない？これで。はい。あとメイク変えたいね。メイク変えよう。あ、結構近づいたんじゃない？いいね。そのダサいサングラスと、なんか、服も変えて、メイクも変えれば完璧ですね。彼女にはちょっと乞うご期待って感じよね。うん。期待の逸材だわ。次は？あれ、アニスってさ、なんか自分から望んでこの髪型にした気がするんだけど、少女漫画読んでて？ないね。プリンセスがで、あなた今そういう髪型してるわよ。え？ね、待って待って。あのさ、依頼ワードがプリンセスって何？え、待って、縦ロールだし、色黄色じゃん。この人やばい。待って、嘘でしょ。え、待って、縦ロールってさ、あ、でもなんかそうそうそう、あのゴスロリっていうか、そのロリータ系とかの人にはこのリップの髪型いけるっていうのをコメントでいただいたので、これはいけるんじゃないかっていう、いけるんじゃない、これ黄色ね。明るい黄色ないのよ。バナナ悪口だよ。ベネネ、シャイニースターっていう色合いではないわよね。まあでも考えてみれば縦ロールよね、いろんな意味で。あ、いけた。お、いけた。すごい、コメントありがとう。あー、すごい、ゴージャスっていうか、なんか爆発よ。わ、ついにこの手のタイプの人が出てきたわね。あ、すごい、服と全然合ってない。頭だけ浮いてんじゃないかってぐらいよね、なんかね。すごいな、なかなかすごいな彼女な。もう夜早いね。アンディ、何アンディ？あー、メイク、個性的なメイク、個性か。多分ね、私に対して一番言っちゃいけないワードだと思うのよ、個性って。なんか多分爆破させちゃうから。まあでもいいわよ、本人が個性を望むならもうとことん私はやりますよ。そういうところはちゃんとやっていきたい。やっぱりサービス業だから。謎のポリシー。うん、本当に。うん、サービス業ですからね、本当にね。今遊びじゃないんでね、本当にね。どう？うわ、もうすごい、なんかそのなかなかいないわよ、こんなメイクしてる子。なんか顔泥ついてるみたいになってる。ごめん。まあまあ、でも個性は出てるわよ、本当にいろんな意味で。なんか爆発よって感じよね。また来るって。次回の時には良くなるといいね。何そのポーズ、今すごいポーズだよ、なんかへっていう。まあなかなかよね。
鈴鹿覚えてないな。いいね、なんかおしゃれだね。ネイルか。まあ、でもこの子ね、任せて、大丈夫。はい、どう。ちょっと違うかな、ジャンル。でも大丈夫だと思う。ほら、こういうの好きそうだもん。ほら、感想は少なかったけどね。まあまあまあ、今日結構順調じゃないね、全体的に。今日いい感じですよ、本当に。じゃあ自分の店に行きましょう。ふみか、ありさから行きましょう。道に迷ってたんだ。美味しい大気があったから、どこから食べる。私はね、頭シャツを探してる。ゴシックなシャツ、難しいね。ゴシックなシャツ、シャツだもんな。これかな。なんか無難な感じが彼女に似合うんじゃないかなと思う。ちょっとなんかジーンズ似合わないね。頭のそれも踏まえてジーンズが全然似合ってないけど。あ、まあ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 、いいんじゃない。明日のベスト10に入るようなシャツなんだ。結構無難なシャツだと思うんだけどね。てかお金結構貯まったし、次回入荷しておこうかな。次回のパートまでにね。またこれ上がるかな、ランクね。ふみか、ここみ、ふみかとここみか。じゃあふみか、ね、どうしたの。うん、赤いよ、かなり赤い。うん、あ、そうなんだ。そういう意味ね。わからなくもないわ、その気持ちは。サングラスをください。嘘でしょ。サングラス、彼女に似合いそうなサングラスがまず見当たらないわ。もうこれでいいじゃない。これでいいんじゃない。あ、待って、これサングラス扱いじゃないの。色ついてるからいいかなと思ったんだけど。ほら、ダメなの、色ついてるじゃん。うん、そう、結構似合ってるよね。あ、そう。あ、出雲だ、出雲。前回ちょっとね、なんか結構良かったのに、スカートがちょっと残念になってしまったっていうね。なんて変なのって。はい、何ゴシックのブラウス、ゴシックのブラウス、もう全身って言って。もう分かんないわ。なんかね、一個ずつアイテムを選ぶせいでなんかダメになっていってるから、まあ否めないから。あ、まだこれかな。ブラウスでしょ、シャツだもんね。ブラウス、これダメよ、これじゃない、こっちね、絶対こっち。やっぱスカート変えたいね。なんだろう、今のポーズ、彼女あまり似合わないね、ポーズと表情。ごめんね、なんか。ごめんねって言ったらありがとうって言われたもんね。まあまあまあ、スカートさえ変えてくれればもっと仲良くなれると思うな。
おー、何さゆき、エアコンは1年中28度。はーい。この子なんかもうあれよね、なんかその中学生ニコラとか読んじゃいますみたいな、そういうことでしょ。ニコラって小学生向けよね。つか中学、小学生よね。でもあれね、ポップティーン系でしょ。だから T シャツとスカートなら何でもいいんですよ。もう雑ですね。え、 T シャツとスカート両方いるの。うわぁ、地獄。でもね、あ、これ絶対使わねえなと思うよね、この顔のやつ。あ、これなんかお団子みたいじゃん、表現が。でも、なんで上さ、これかこれだよ。もうなんか絶望的じゃない。どうしたらいいのよ。じゃあこっちのがマシか。はい、こっちのがマシだと思うわ。でもこの子確か最初このさくらんぼのやつ着てた気がするんだけどな。いいんだ。なんだ、本当にね、もう小学生モデルって感じね。いいわね。ポップって安いのよね、なんかね。安いってところもなんか小学生って感じしちゃうよね。うん、バイバイ。いいわね。なんか期待裏切らないわね。うちの店ショーウィンドウ暗くない？電気ついてるあれ。なんか暗かったよね、すごい。やだ。もうダメ。お久しぶりしか言わない。でもやっぱ毎日つけろってことなのかな。ごめんね。つけたいのよ。つけたいという気持ちはあるのよ。忙しいのよ。え、なんかユーゴちょっとタイプじゃないよ。ごめんね。ユーゴとね、ライターって名前言いにくいな。ライターだったらライターかな。バイト代。何が欲しい？なんか友達なのかな、やっぱりな。お任せする。彼結構ワイルド系だと思うのよ。だからワイルド系だからね、やっぱテイストとしては、アジアン？アジアンではないわよね。ロックって感じでもないと思うのよ彼。アジアンって44個しかないの？あー、ダメですね。ダメですね。アジアンではないです。浴衣になっちゃうもん。あ、でも彼浴衣似合いそう。彼浴衣似合いそうだよね。でもなんかでも季節感がちょっと違うもんね。ごめんね。アジアンじゃなかったな。じゃあ、クールで行く？クールで行こうか。なんかみんなクールだな。無難だね。ワイルドな感じにしたい。ちょっとワイルドにしたいね。そればっかり言ってる。ワイルドとは言ってもね、ワイルドとは言ってもこっちの方がいいね。あー、でもこういうことかもね。ちょっと違う。こっちだな。あ、これだよ、絶対これ。これだわ。もう靴下なんか何でもいいもん。問題はここよ。こういうの測れるとちょっと違うよね。こういうことかな。あ、これが可愛いと思うな。で、こっちの方がいい。こうね。
一人でなんかもうゴソ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 じゃないわ、なんかガタガタ言っちゃう。今着てる服よりは絶対いいと思う。いいんじゃない、ほらなんかね、そういう人受けも良さそうよねね、なんかね、いや、いいですね。思ったよりいい感じでしたね。やっぱ顔がいいと真剣に選んじゃうよね。あ、終わっちゃった。はい、まあ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 、ランクも上がったしね。売り上げいいね、まあ、ほぼほぼ桜野さんじゃないわ、あのベニオさんのおかげなんだけど。あ、2月になってよ、ついに。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。次回までに入荷とかをしておきたいと思います。はい、バイバイ。